今日はもみじのピアス作っていきます。それではご覧ください。材料こちらです。じゃあまず下のビーズ部分作っていきます。お好きなビーズで作ってください。今日3個、大中小ということで入れていきますが、大きなの1つだけだとか小さいのいっぱいだとか、その辺はお好きなものを使っていただいたらいいかと思います。ちょっと秋色っぽい色を使ってます。厚紙にボンドをつけて、まず貼り付けて、あと周囲の布の部分にボンドをつけてくるんでいきます。こちら乗せて貼り付けてあげて、逆の先端の方も丸く作って土台の完成です。上下とも丸く引っ掛けられるようにしてあります。では全部剣つまみでつまんでいきます。 C 型に置いて、上の点を下の点に合わせるように下向き三角、輪の部分を持って時計回りに回します。横から全体挟んで、また下向き三角に、でピンセットを抜いて、また右側から全体挟んで、ピンセットをガイドに下向き三角、剣を立ててあげて表に返します。で斜めのラインに平行にピンセットを当ててもらって、裁ち目の部分揃える程度にカットしていきます。先端だけ先に少しボンドをつけて、いつも先端中心って言ってるんですけど、中心より少し下目に吹いていきます。を中心に放射状に全部乗せていきます。では乾いた後、金具をつけて完成します。こんにちは、丁寧な和暮らしです。いつもお越しいただきありがとうございます。今日の動画いかがだったでしょうか。今日は皆さんにお知らせがあります。今年11月の17日から19日まで、京都の金閣寺そばギャラリー平野さんで個展を開催することになりました。ありがとうございます。紅葉を見に京都にいらして、丁寧な和暮らしのお店にも来ていただければ幸いです。皆様とお会いできるのを楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。丁寧な和暮らしでした。